トラクターがいいな。私に合う。HMT ミッション。素晴らしいじゃないか。ダウン変速だ。お、ナキカの倉庫だ。ん？あれはなんだ？コロニーレーザー。ソーラーレイカ。田中川はすでにジャパンを配備したというのか。あれは何だ。ジアスタイム。あの模様は何だ。さすが田中川、私のライバルだ。一昔前の農家さんは重く高い機械に耐えながら畑を歩いた。彼らは農業にこそ希望があると信じ、都会のコンクリートで甘美な生活を追い求めるより、自然の畑にいることの方がよほど建設的だと考えたのだ。そしてトラクターに乗った時、人は新たなセンスを身につけた。常用系機械のニュータイプ化によって農業の近代化は一気に早まった。そういう意味では確かに農機具の展示会に希望はあったのだ。よくわかる話です。僕もその機会を見つけます。